女子 W 杯オーストラリアニュージーランド大会決勝トーナメント1回戦日本3-1ノルウェー2023年8月5日ウェリントンリージョナル1次リーグ C 組を参戦全勝の1位で突破したフィファランク11位のなでしこジャパンは5日決勝トーナメント1回戦で同12位のノルウェーに3対1で解消し準優勝した15年カナダ大会以来2大会ぶりの8強進出を決めた MF 宮沢ひなた 23イコールマイナビ仙台が1ゴールを含む2得点に絡む活躍。今大会通算5ゴールは、ワホ誉れに並ぶ日本の同一大会最多得点となった。11日の準々決勝ではスウェーデンと米国の勝者と対戦する。なでしこジャパンのニューヒロインが、この日もヤマトの光となった。宮沢が1次リーグ第3戦スペイン戦に続いて、2試合連続ゴール。 日本選手の2戦連発は優勝した11年ドイツ大会の差は誉れ以来2人目で、今大会通算5点目はこちらも差に並ぶ同一大会の日本女子最多となった。2-1で迎えた後半36分、長身揃いのノルウェー守備陣を快速で切り裂いた。MF 藤野が右サイドでボールを持つと、スペースを右手で指さしてパスを要求し、ギアを上げる。 相手最終ラインを手玉に取って GK と1対1。シュートコースを見極め、左足でとどめの一撃をお見舞いした。ちょっと頭が追いつかない。ここまで点が取れるとは思っていなかった。シュートシーンもあまり覚えていない。がむしゃらにやっていた結果、オーンゴールの先制点も宮沢がもたらした。左サイドでボールをもらい、中央に入り込みながら右足でスピードのあるクロスを供給。 これをクリアしようとした相手 DF の伸ばした右足に当たり、軌道を変えてゴールネットに吸い込まれた。50メートル6、8秒の快速に加えて、精査国際小難高で駆け引きを叩き込まれた。同校の唐沢俊介監督、50、は、守備陣の視線が自分から切れた時に動くだけでかなり違う、と説明。予備動作や相手を観察する力をつけさせた。 ニュージーランドは高校3年時にチームで遠征した思い出の地。5日に50歳の誕生日を迎えた唐沢監督は日本で試合をテレビ観戦し、日向らしいゴールだったね、とマナ弟子のプレゼントを喜んだ。次戦はフィファランク1位の米国稼働3位のスウェーデンの勝者と激突する。宮沢がゴールを決めれば、沢を超える参戦連発、同一大会の最多得点記録も更新する。 いい準備をして目の前の前相手に勝つだけ。また試合を終えてみんなで笑い合えたらもはや誰もやめられないアタッカーがレジェンド声の一発でなでしこを再び火の当たる場所へと導く宮沢日向宮沢日向1999年平111 11月28日生まれ神奈川県出身の23歳各年代別代表で主力として活躍し 16年 U17W 杯準優勝。18年 U20W 杯では優勝。18年に精査国際賞なんだかを卒業後、日テレベレーザ、現日テレ東京 V に加入。21年からはマイナビ仙台でプレー18年11月に A 代表デビュー。通算26試合8得点。1メートル60、48キロ。利き足は右。